はようございます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今年もですね、聖徳寺蘇民祭が始まったわけでございます。朝早くからね、お集まりいただきましてありがとうございます。今年で123年目のお祭りになっております。ぜひ皆さんと一緒にね、今日一日を楽しく過ごせればいいなと思っております。何卒お体ね、十分注意していただければと思っております。後ほどの反省会、皆さんでね、楽しめればいいかなと思っております。本日お世話になります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。テレビカメラ、テレビカメラ、Yes!
Thank you.
you
Thank you.
始まります。赤い
ましたよ。来てません。調子はさ、調子はさ、
あと2位の人は今フロ兄さんまだフロ今フロだ3位の人は最後フロ最後フロ大通りはさっきの上手な早く洗ってくれるからここさくらいに言えば全然関係ないからさあのかわせへと見知らぬやつは言って言わないからさちょっと待ってやいまあかわせふだお口座でと取りなさいねくぐるの靴はここからやれば取れねえつぶときゃだから本当は取れたわけここやるんですよ一時さ一緒に見えばあとこいつはあといろいろあるからさだから僕が僕がですよこの辺を切ってここやる辺やればいいですかそうそうでちょっとここを切りますだけど先に出たら誰が出ないかいたら真ん中の中でかな切ってみたいな腕よ痛くはいや切ります大丈夫あいや切れる切れましたね。勝ったし。危ない。切れた気が。ここぐらいね。ここぐらいね。少しでいいんだから結び、ここの結びがあればいいんだ。この結びね。じゃあこの辺。あと先生みんな分けるかいな。俺単価どこで売ってからさ、一品やるかねえんだからさ。あと警察とか消防とかあったからさこれで素材ずらめがあったらではこの切ったところこいつもね誰か持ってきてるわけあ審判長は審判長こいつ審判長は出てきてるわけあれあのいらあれ今この南部の井戸の札幌が来てるこいつが井戸も残してね取り主取り主したよあのね靴は七五三って言いつけないとポーチがあるからさじゃあ一番靴前を取りなすってことこいつが取りなすみんなで分けるわけですアンザンの人はどう思うアンザンだからここみんな紐だからここやるこここう切ってこの紐を解いてあとアンザンさ紐やればいいのさこの紐の紐はいらねえからさこいつはここはね乗せとくようでねさっきの俺まず預かってる方がいいね俺は預かってから分かるね台やったね君なんだからあいつは乗せとくれ俺はそれでもね分かんねえくなるまず次あんたの紐だからここ切ってきてうんだんだんだこいつはねここを切って紐ほどいてあと見つけ具合2センチが3センチ切って紐もいた方がいい紐もいた方がいいこいつ生かすのはね7、5、3だからこいつとこいつはあのここの部分が長くなったっつうからほんで使う人が分かんないって騒ぎができたらね、うん、あまり白いとはこのためこいつはあのなんていうかな補足のほどの紐だからこいつはねこいつはこれでこう切っていいんですか、うん、こう切ればいいのそしてあとこの紐をよ二度とで今度安産の時に安産で言って安産の人やるそれで生まれる人生やる気がするもう夏がずにうんだからここちょっと切っていいんですかこれまで切っていいんだここちょっと切っていいんだ高草は何でしょうあのこれ揃いましたのでちょっと待って今切ってるのかな揃えたんだけどねねえろねえろそしてそいつを脱ぐしてから脱げるとちょうど切り上がる。うん。で、滝なんだよな。硬くなっちゃう。よし、冷えてみよう。入ってみるよ。もうちょっと。だいぶ前までいたのね。そうだ。少しずつ回してくれ。
自分なりやつ俺にやほどぎ鉢にいんだけどなほどぎってこのひもっかどう切ってあのおさんのそういうそうそうそう腹を切ってさ分けてやればいいんだからだから今度あのたずんひもっか切っておけばいいのだよあんまり言いそう言ったような気がするけどな芋漬けでいいね芋漬けでいいね芋漬けでいいね芋漬けでよし、リムだな炭手がらで切っておきましょう切りねえんだ、そのままでなくてさそうさ、杉減ってだから杉までそうやって切りねえのああ、杉やっぱ入ってるね杉減ってだからそれは杉取りだダメだほどぎほどぎほどぎこれ杉減ってだからそこでなんかさ、おしっからこう立つんだよこの辺りはもぎねえもうよ、たたきでガラスばいい立つんだっちゅうの二度つったばいいこういうとこ、たたがこう切ってたこういうとこ、さっきから言ったみっちゃ7と3、5だからこういうとこいつ、こいつとこいつはいらないからさ、抜きでたずで切らねえと水源があるからこう切れってこっからこっちねそれマジで、マジとわからないのだぞこいつはいいから、いらねえから、うん、こいつはあと、そのはずと、うん、で、こいついらないって、うん、で、そっちのこと次、こいつはこっちははず次、こっちはそっちはずでね、うん、こいつはたずでね、消えれないの、ここは、はい、はい、そうまず、こいつはい、あとね、今言ったように、こいつを死に入ってから来てもらうこいつの井戸を生かすのならこいつの切ってこいつはお産で使うのだからこう切りなさいたずに今のようにこいつはまずいですよいいんですかいいからいいからそう切りなさいたずに切ればいいんだけどそう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 はいはいじゃあこいつこいつもじゃあそう脇でやるこいつこいつは別にねこいつも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 こいつクズ出てくるでこいつこいつはこっちこっちそう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 こいつはこれで杉が部屋ってくるから杉が部屋ってるからはい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 、今少女すぎてやっからまずいなくて、はい、下腹から切ります、はい、こいつはやってだから切れるやつで、こいつをあとね、こいつねばねや、ダメなんだよね、緩くなってダメなのかな、どこでも入れてるんだ。捨てたためにそれで入れておくのだ。なんぼ2センチぐらいずつにこう。ちっちゃくていいの。ちっちゃくていいのさ。みんなさんね。裏方は崩れほんの一本、こんなの一本ずつだよ。で、こいつはこうやって。あれしてもらうからね。こいつをね。あ、ここは崩れを引っ張らん。ちっすね。これ今日水出したらもう自然に骨折とは。そうですね。できるだけやんじゃ。いや、出てるな。Thank you.